そしたら高西さんがなんかねお仕事中だもんだからきっと出たり入ったり大変だからなんか一言いただければ取れます。高西さん、あ、取れますか。はい、どうも。はいはい、今のうちに本当に運転中で、なんかお客様申し訳ございません。大丈夫ですか。お客様大丈夫です。空車です。あ、空車ね。空車です。大丈夫です。じゃ今のうちに空車で改装にしましたんで大丈夫です。いや大丈夫だよ、そんな売り上げを落とすようなことしていいんです。売り上げなんかまあもう別にやけになってるわけでもないですよ。やけ売り上げなんかもどうでもいいんですよ。もうね今日はまあ、ご存知だと思うんですけども、どういう流れになってるかわかんないですが、オグホリペア、オグアヤペアが、うん、街頭作物、検証会狩りを、新宿スタートの、なんか、秋葉原に、移ったらとか、移ってやってるだとか、いろいろ報告が入ってきて、ぜひ、なんすか、なんでしたっけ、あれに参加してくれ、全国ミーティングにこれに出てくれって、先ほども電話したんですけど、電話お出にならないということは、今、ガチガチにやってる最中なのかなと。オムさん入ってますよ、オムさん。あ、入ってます？うん、オムさん入ってますよ。あ、オムさん入ってます？あ、よかったよかった。じゃあ、それはもう、オムさんの方から、また後で。来週です。来週、私も、参戦させていただきますんで。あ、はいはいはい。よろしくお願いします。はい、じゃあ、私だけの話よりも、もう奥さん、で、よろしくお願いします。ああ、そう。私、ここで戻ります。はい。先ほどの、ちょっとお話、非常に、もう、ちょっとやばいです。もう仕事にならないぐらい、もうね、以前が破壊しちゃいましたね。本当に、ありがたいばっかりです。本当に、ありがとうございました。はい。私なりに頑張ります。はい。ともどもに、よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ、オムさん、戦ってる最中、はい、今、最中ですか、はい、あ、今、これちょっと食事中なんですけど。ああ、そうですか。じゃあ、ちょっと状況だけでもね、はい、勢いいただきましょう、みんなも。やっぱり現場かたた戦ってる人は、もうパワーが違うからね。お願いします。そうですね、さっき、今ちょっと前、若い男子部の方とちょっとさ、2対1で、対話したんですけど、うん、まあそうですね、ガケンでしか、言わないところもあるし、あとは一方的なところしか、ちょっと待ってください、マイクと、大丈夫です、はい、堀野さんも一緒なの。あ、そうですけど。あ、そう、ちょっと、堀野さんもさ、久しぶりだから、一回、ちょっと顔見して、なんか、お言葉聞きたいですよね。あ、ちょっとこれから食事入るんで、また、食事終わってからまた、あ、言いますけど、言っときます。食事終わった頃には、きっと終わってると思いますんで、あ、そうですか。うん、はい。はい、じゃあ、わかりました。活気のある現場の実況放送、ありがとうございます。はい、はい、またじゃあ頑張ってください。はい、陰徳あれば必ず用法ありですから、必ずこのね、はい、着服活動していけば必ずどっかで欠場する人が出てきますから、はい、ありがとう、よろしくお願いします。はい、はい、はい、頑張ります。はい、はい。